今日愛知芸術文化センターで愛知県の入庁式が行われ去年より66人少ない572人の新規採用職員が新たなスタートを切りました今年はマスクの着用は個人の判断に委ねられましたがほとんどの人がマスクを着用して式に臨んでいました入庁した職員たちはきょうからそれぞれの配属先で職務にあたりました